はい、2022年10月14日、本日も札幌は天気がよろしいですね。いい感じですね。つまらない動画の中でですね、あの北の国からの誰も行かないロケ地のロケっていうのがね、あの思いもよらぬ再生回数になってまして、あの非常にありがたい。こんなに再生されるはずじゃなかったと思いながらね、最初の方に作った動画はね、もうちょっとこうしとけばよかったなとかね、こんなに見られるならちゃんと作ればよかったなって思ったりしてるんですけど、うん、まあまあね、調子こいてもねあれなんで、あの私なりの動画でやっていきたいと思ってますけど、札幌市内の北の国からのロケで使われたスポットをねちょこちょこっと回ってみたいと思ってます。はい、今現在36号線を、千歳方面から札幌市内に向けて走っております。まずね、最初に向かうところはですね、ロイヤルホストね、もうこれだけでね、あの好きな方はねビビッとわかると思いますけど、大里レイちゃんが、アルバイトをしていた、ロイヤルホスト、ここに、行ってみるんですけども、もうねご存知だと思いますが、ここのねロイヤルホスト、残念ながらねもう取り壊されて違う建物が建っちゃってるんですよね。焼肉屋さんに変わってるんですけど、はい見えた。はい、今向かっているロイヤルホスト、はい、あそこにね焼肉特需って赤いでかい看板ありますけど、ここがねもともとロイホがあったとこなんですよ。はい、ここですね。ここのね焼肉特需に今変わってますけど、ここがねロイヤルホストだったんですよね。はい、あの元々の店舗はねもうちょっと前、ちょうどねこの辺のね道路っぷちぐらいにの近いところに建ってたんですよね。でここ取り壊されて奥の方に建物が変わっております。ちょうどねここの山田のあのちょうどあの辺かな、川のあの辺ぐらいからね撮影をしておりまして、で、ちょうどあそこね、あのすごい有名なラーメン屋さん、原作っていうね、知ってるかな、札幌の人ならね、ラーメンの原作ってところがありまして、その辺りからねここのにあったロイヤルホストを撮影したものと思われます。であそこのロイヤルホストはですね、まあ純とレイちゃんが再会した場所なんですけど、ジュンがちょうどあの東京の定時制のね、高校に通いながら自動車修理工場でね働いてたんですけども、そこでね傷害事件を起こしてね、でもうヘトヘトにもうね疲れ果てた富良野に帰ってくるんですけれども、帰ってきてる時にですね、ホタルが、ラジオを聴いていた時に、リクエスト曲がね上がりまして、それがね大里レイちゃんというね名前が読まれて、それでホタルがハッとしてですね、あのジュンに教えるんですよね。札幌にいる、大里レイっていうね名前が読まれたのでね、でそれでねジュンはいても立ってもいられなくなってね、あの札幌でねすっ飛んでくるんですよね。そこであのそのね、ラジオ局に行ってその読まれたハガキを探して住所を特定するというストーリーになってます。でそのラジオでねあのハガキが読まれましたというね設定だったんですけど、実際にそのジュンがねあのラジオ局を訪ねていくというね設定になっているのは、フジテレビ系列の北海道のねローカル局の UHB のね、建物の中に入っていくっていうシーンもありますよね。はい、でこのね UHB なんですけど、システム系の仕事やってまして、その時にね UHB さんにね実は出向行ってたんですよ。もうね若いいくつだっけ、22、23の頃かな、電算室ってところにねあのちょっとね2年ぐらいお邪魔してまして、女性アナウンサーをねアイドル的にこう盛り上げて、でなんだろうね歌ったり踊ったりとかね、そういうのが全国的にこう流行りだした時期で、高田英子さんと
丸岡泉さんですね。この方が現役の頃に私ちょうど UHB に、お邪魔して仕事をしてました。そう、丸岡泉さんはね、UHB 退社後に日テレに入りましたよね。これもすごいねびっくりだったんですけどね。はい、ここね北一条通りですが、はい、UHB 見えてきましたね。そう、ここにね、純が、そのねレイちゃんのハガキを求めてここに駆け込むっていうねシーンがありますね。はい、隣はドコモビルで、私ここのねちょうどそのアンテナの真下、あの UHB のマークがあるねあの辺のところでね2年間勤めたんですよね。はい、当時の玄関はもうなくなっておりまして、ここね大きな正面玄関ができてます。当時はねこの辺にちっちゃい玄関があったんですよね。これ建物がね増えてるのとちょっと増築されてるので、当時はこちら側に入り口がありました。でね、ここから純が、建物の中に入っていくというシーンがありましたね。はい、ということで北海道文化放送 UHB さんでございました。はい、では次の目的地に行ってみますよ。これ、ね、UHB からね近いんですけど、ソータ兄ちゃんが、ボクシングの試合でね札幌で試合があるということで、そこにねユキコとジュンをね誘って見に来いということで、その2人のね宿を取ったのが中村屋さんですね。はい、ここを曲がりますとここにあります中村屋さんというのがね旅館中村屋さんです。はい、ここもね歴史あるところでね今も旅館として営業されております。ここにねなかなかねソータから連絡がないんですよね。で2人はちょっと待ちくたびれるんですけど、なぜかというとですね会長さんね、ガッツ石松、ガットさんがね、ソータ兄ちゃんに、気合い入れてたんですよね。明日が試合だってのに、その、愛だの恋だのね、そんなことやってる場合でね、って言ってね、取り足をね、むしゃむしゃかじりながらね、ソータを叱ってたと。それどころじゃねえと。いう話をするシーンがありました。はい、そのね、ソータのボクシングの、試合なんですけど、これもね、まあ、ファンの方には有名な話で、あのねボクシングの試合はねガチ試合だったんですよね。シナリオ上で勝ってくださいとかね負けてくださいっていうんじゃなくて、あれは本当に、ロケとしてね本当の試合をやったんですよ。で当時のねソータ兄ちゃんの体ね本当ねかなり鍛え上げててね締まり上がっててね男が見てもね俺かっこいいなっていうね体をしてまして、で本気でねボクシングのねトレーニングをしてましたんでね岩木浩一さんね。でそれで黒本壮はね本気で試合をさせて、で勝ったとしても負けたとしても、どっちのシナリオでもね物語が続くようにね用意してあったそうですよ。はい、大通公園に来ましたよ。はい、テレビ塔が映ってますね。ここね、大通公園をね、ユキコとジュンが歩くシーンもね、撮影されてますね。あと、駅前の通りもね、レイちゃんとジュンが歩くシーンもね、ありますね。いや、今日はあったかいな、札幌。ね、もうこんなあったかいの最後かもしらんね。はい、次に向かうのはねもうちょっとここもね閉業しちゃってもうやってないんですけど、ちょっとねちっちゃいホテルに行ってみます。はい、すすきのの街中を通り抜けております。
ス・イン・札幌さん、ここですね。はい、ちょうどねそこの橋のあたりですね、あそこに小吉が、スカイラインを止めましてですね、でこのあたりをちょうど覗いてますね。はい、マークスイン札幌さん、ここねもうホテルとしてはやってらっしゃらないそうで、建物と看板は残ってます。はい、ちょうどこのあたりですね。はい、ちょうどこのぐらいの角度からホタルを撮影してましたけど、その後ろに小吉のスカイラインがうっすら映ってましたね。ちなみにね、ここのねマークスインね、私ね泊まったことあります。あの私ね埼玉にね16年ぐらい住んでたことがありまして、その時にねちょうどね札幌出張があったんですよ。その時ねホテルどこ取ろうかなと思ってね、ここのねマークスインねわざわざ予約してね泊まったことがあります。ホタルはね、出勤してませんでしたね、その時はね。はい、見当たりませんでした。はい、次の目的地なんですが、そのマークスインでね清掃員として働いていたホタルが、その時住んでいた、アパート、そこにも行ってみます。